ロです。名詞を修飾することこれができないと言葉はうまく話せません。でもそもそも名詞の修飾とはどういうことでしょうそれは名詞の意味をこう狭めることですね。例えば単にテーブルというと世の中全てのテーブルを指します。ところが大きいテーブル木製のテーブル というと、あの小さいテーブルとかプラスチックでできたテーブルは全部排除してしまいますね。さらに私の家のリビングにあるテーブルというと、もうこう一つに限定してしまいますね。これは私たちは日本語ではもう実に自然にあのやっていることですが、これが英語になるとなかなかうまくできない方も多いようです。なぜでしょう。それは名詞の修飾の時に言葉の語順が 英語と日本語とではあのこう全く逆になることが多いからですね。でもそれはあの一旦その感覚をつかんでしまうとそんなに難しいことではありません。問題は実はそこではないんですね。そのことがこのユニットでわかるはずです。そしてその問題をここで解決してしまいましょう。 日本語の場合、就職する言葉は必ず名詞の前に来ます。例えばそれがカップだったとしましょう。大きいカップ、小さいカップ、テーブルの上のカップ、私が昨日セーブデパートで買ったカップ、誕生日に友達にもらったカップ。ところが英語の場合は、そのものが何なのかをいつでも先に伝えたいという心理が働きます。 修飾する単語は形容詞一つだけなら A big cup, a small cup としてもそれぞれあたかも一つの単語のように何とかカップと一息で言えるのであえて a cup big, a cup small big, とはしません形容詞については後に詳しく触れますが形容詞が単独で名詞を修飾する場合は英語でも名詞の頭に飾語を持ってきます。 しかしこれはむしろ例外ぐらいに考えましょう。英語は、まずそれが何なのか先に言う。それを修飾する言葉は、その名詞のお尻にくっつける。そのものがカップなら、まず the cup, a cup などととにかく言います。その後に就職語を言います。The cup on the table.The cup I bought at the s a v e department store yesterday. The birthday friend gave me cup my my for などですねまずこのユニットでは日本人の苦手な関係代名詞を使うものと前置詞を伴って就職するものの2種類について触れましょうこの2つは使う頻度が非常に高いからです まず、中学校で習った関係代名詞の概念を捨てましょう。基本的に、名詞の後に、subject and verb という構造をくっつけると、その subject and verb は、前の名詞を修飾します。そして、それ全体が一つの名詞を構成する。そんなイメージですね。このように、ちょっと長い大きな名詞が出来上がります。 言い換えると、例えば、The cup I bought yesterday のイメージは文ではなく、カップです。ただし、一つ注意してください。The cup I bought it yesterday とはできません。名詞と Subject and Verb がこのように結びつくためには、収縮される名詞の行き場が Subject and Verb の文構造の中に残されていないといけません。 どういうことかというと、The cup I bought it yesterday と言ってしまうと、it はもちろん The cup のことですから、The cup の行き場が I bought it yesterday の中にはありませんね。it が bought の後に居座っているからです。また、I bought it yesterday と言ってしまうと、文として完成され独立性を持ち、 The cup とは結びつきません。そこに就職される名詞の行き場があるだからこそ結びつくんです。これは今後学習する様々な名詞の就職において共通して言える基本です。行き場を開けてあるからくっつける。行き場がないと関係ない。このように考えましょう。さらに具体的な例をいくつか挙げましょう。The coffee Nancy made it. it は the coffee のことですから、そこに座っていると the coffee の行き場がありませんね。消えてもらいましょう。The coffee Nancy made.The girl I want to go out with her. これも同じことですね。her がそこに座っていると the girl の行き場がありません。やはり消えてもらいます。The girl I want to go out with. ここで注意してほしいのは go out the girl ではなく go out with the girl のはずです。with がないと the girl の行き場がやはりなくなります。前置詞の有無はとても大切ですね。the person I talked to him on the phone これも him に消えてもらいますが talked the person ではなく talked to the person ですね。 to がないと The person の行き場がありません。The person I talked to on the phone となりますね。以上のことだけ気をつけていれば、この図のようなイメージで理解すればいいんですね。ここで皆さんは次のような疑問を抱かれたのではないでしょうか。中学校で学んだあの which, that, who などは使わないのかそれが関係代名詞ではないのか最もな疑問ですがあの基本的に関係代名詞は特に会話では省略することが多いそう思っていただいて構いません特にフィッチは用途がややこしくあの that との違いをしっかり理解できるまでは絶対に進めませんでは関係代名詞は全く使わないのかというとそうではありませんね 使わざるを得ない場合があります。関係代名詞でできる大きな名詞のイメージはすべてこの図で説明できます。ただし、ある特別な場合があります。それは、この名詞とこのサブジェクトが同じものである場合ですね。例えば、the person, the person loves me。私のことを好きな人 A robot, a robot can talk. 話すことができるロボット。これでは単にサブジェクトを2回言ったようにしか聞こえません。そこで、その名詞が人の場合には、その人をもう一度言う代わりに、who を使い、その名詞がものの場合には、そのものをもう一度言う代わりに、that を使います。ここでもちろん who That はそれぞれ Subject です。ですから、前述の2つの文字は次のようになるんですね。The person who loves me, a robot that can talk さて、ここまでで関係詞を使った名詞の就職については理解できたと思います。しかし、一番大切なのは、どのように名詞を就職するかではありません。 大切なのは、そうして出来上がったちょっと大きな名詞を文中で一つの名詞として、一つの単語として使いこなせるかどうかです。そちらの方がはるかに大きな課題です。例えば、was the watch expensive? これはあまり苦もなく言えたとしても、その時計を単に the watch というのではなく、the watch you gave me the other day, という必要があったとすると Was the w a t you gave me the other day expensive? どうでしょうこの2つが全く同じような感覚で言えるでしょうか ?A も B も全く同じ感覚で言えたときあなたは本当の意味で関係代名詞を使いこなせていると言えます。これは特に大切です。練習が必要ですね。 最初に名詞フレーズを聞いてください。その中で You はこれを学習しているあなたのことです。I はあなたの話し相手ネイティブです。与えられたフレーズを使って指示に従って質問したり何かを述べたりしてください。ネイティブは It, they, he, she などと代名詞を使いますがあなたは使えません。フレーズをそのまま使ってください。 イラストは、あなたが具体的にイメージするのに役立つはずです。では、例を聞いてみてください。The Key You Lost Yesterday。Tell me you've been looking for it. I've been looking for the key I lost yesterday. Tell me it's very small. The key I lost yesterday is very small. Now it's your turn. The woman Tom is talking to over there. Ask me if I think she is kind of cute. Do you think the woman Tom is talking to over there is kind of cute? Ask me how old I think she is. How old do you think the woman Tom is talking to over there is? Tell me you think she is Tom's new secretary or something. I think the woman Tom is talking to over there is his new secretary or something. The dog that bit my little brother. Ask me if it was a big dog. Was the dog that bit your little brother a big dog? Ask me if it bites people very often. Does the dog that bit your little brother bite people very often? Ask me if I've complained to the dog's owner. さらに練習を続けられたラレタイカタワー、ヘシャキョーザイエカワレンシューアプリ、ネイティブバスタグラマー、ベーシック、ユニットナイン、セクション1でネイティブとの対話形式で練習できます次はセクション2、前置詞による名詞の修飾ですまた 私の英単語に関する限定公開ビデオをさらにご覧になりたい方、ネイティブレベルの英単語の使い方、英会話の練習の仕方、さらに詳しく知りたい方は、こちらから弊社サイトをご訪問ください。